裏金政治を終わらせて暮らし第一、農業を守る政治を実現します。私は喜多方市で生まれ育ち、39年間農協で働いてきました。私が声を大にして言いたいのは、この夏、米どころ会津でも米が買えないという事態が発生したことです。農家に米の減産を迫り、米の需要と供給を市場を任せにしてきた自民党農政の責任は重大です。私は食料自給率を 50% 以上に上げ、所得保障と価格保障で農業を守る政治に転換するために全力を挙げます。日本共産党は新聞赤旗で裏金事件の闇を暴き、長期にわたって企業団体献金の禁止を求めてきました。汚れた政治の根源を断ち切るために、日本共産党をぜひ伸ばしてください。